ツールドフランス2009はツールドフランスの96回目のレース。2009年7月4日から26日まで行われたコースは全21ステージ、総延長は合計 3459.5km。ステージの内訳は平地10、中級山岳1、山岳7、個人タイムトライアル2チームタイムトライアル1、山岳ステージの頂上ゴールは 昨年より一つ減って3。タイムトライアルステージの総距離は 95km。グランデパールにはモナコが初めて選ばれた。第1ステージの個人 TT では、モナコグランプリで使われるモンテカルロ市街地コースの一部が使われる。また、コース内でモナコスペインラスイスイタリアの5カ国を訪れる。そして今回、最終日前日の第20ステージには、個人、 TT ではなく、モンバントの、頂上ゴールのステージが組まれた。最後の個人、TT は2日前の木曜日、第18ステージに、アヌシーコを集会するコースで行われる。開幕はモナコでの個人、TT。ファビアン・カンチェラーラが、圧倒的な走りで優勝して、マジを上ヌを獲得。第2、第3ステージはスプリントでカベンディッシュが連勝。第2ステージではシンシロが5位。 第3ステージでは、ベップが8位と日本人選手が、連日の大健闘を見せた。第4ステージは4年ぶりのチーム TT。アスタナが、総合力の高さを見せつける形で優勝。アームストロングが総合で、カンチェラーラと0秒差に迫るが、わずか0.22秒差で、アームストロングの4年ぶり、マイオジョールはならず。第5ステージは、トマ・ボクレールが逃げを決めて、 悲願のツール初勝利。スペイン・カタルーニャ地方に入った第6ステージでは、上りスプリントをフース・ホーフトが制した。山頂ゴールとなった第7ステージは、プロ1年目のブリス・フェイユが制覇。マイヨ・ジョーヌは、リナルドのチェンティーニが獲得。第8ステージは、逃げ集団内のスプリントをルイス・レオン・サンチェスが制した。第9ステージは、ピエリック・フェドリゴが、 フランコペリゾッティとの一気打ちを制して優勝。急速日焼けの第10、第11ステージはカベンリッシュが再び連勝。第12ステージは鮮やかな二段スパートを見せたニッキー・セレンセンが優勝。唯一の中級山岳ステージとなった第13ステージはハインリヒ・ハウスラーが大逃げで勝利。第14ステージもセルゲイ・イーワノフが逃げ切り勝ち。 二度目の山頂ゴールとなった第15ステージは、コンタドールが他を圧倒する走りで勝利し、ついに、前を上乳に袖を通す。二度目の急速日焼けの第16ステージは残り 2km で、絶妙のアタックを決めたミケルアスタルロサが優勝。第17ステージは、フランクシュレクが2006年以来のツール勝利。最後の個人、TT となった第18ステージは、 マイヨジョーヌのコンタドールが制して、マイヨジョーヌをかっこたるものに、第19ステージは、終盤の上りに耐え抜いたカベンディッシュが昨年を超える、ステージ5勝目。ベップが7位と大健闘モンバントへの三丁ゴールという最終決戦となった、第20ステージは逃げ集団内の争いをファ、フアンマヌエルガラテが制した。最終、第21ステージは、 カベンディッシュがステージ6勝目で優秀の美を飾り、ベップが関東省に輝いた。ツールド・フランスにおけるドーピングの歴史全般については、ツールド・フランスツールをめぐる問題を参照3月17日参加予定チームが発表された。フジセルベットを除く17の UCI プロツアーチームに加え、スキル島のサーベロテストチーム、 アグリテューベルの3チームを加えた合計20チームに、アモリス・ポル・オルガニザシオンから招待状が送られた。総合館当初選手ドーピング問題が大引き、2009年のブエルター・エスパーニャに招待されていない。サイクリングタイムニュース、サイクリングニュース2009年7月31日付記事、AB バイオロジカルパスポートの違反で免封に2年の処分。 2010年ツール総合2位剥奪ダ,ダッシュ CYCLESPORTS.JP2014 年7月13日ポイント賞1位のファビアン・カンチェラーラが総合主位同2位のアルベルト・コンタドールが山岳賞主位のため繰り下げの繰り下げで翌日ジャージを着用したサイクルスポーツ2009年3月18日付記事サイクリングニュース ありがとうございます。